はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、ファスティングにご興味があるあなたにですね、ファスティングに関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、いただいた質問に対してお答えさせていただければと思います。はい、ファスティングで燃えるのは内臓脂肪ですか、皮下脂肪ですか、どちらですか、というようなご質問をいただきましたので、お答えさせていただければと思います。はい、まずお答えからさせていただくと、内臓脂肪になります。はいはい、内臓脂肪が有意的に燃えることになります。はい、まあ、実はですね、これはまあ他のこう方法、まあ、運動だったり有酸素運動で脂肪が燃えるっていうふうに言いますけども、有酸素運動でも実は内臓脂肪の方がこう有意的に燃焼されるっていうような形になるんですね。はい、まあ、あの人間の体っていうのは皮下脂肪よりも内臓脂肪の燃えやすいというような説があるということになります。よく言うのは、内臓脂肪は普通預金で皮下脂肪は定期預金ですよっていうふうに言います。まあ、普通預金っていうのは出し入れしやすいですよね。なのでこうすぐに燃えやすいっていうところになりますし、まあ、皮下脂肪、あの定期預金ですから、まあ、出し入れしづらいですよね。なのでこう燃えにくいっていうようなことになるんです。なので、まあ、内臓脂肪の方がファスティングではですね、あのどんどん燃えていくんですよっていうような答えになるんですけども、はい、今日ですねお話ししたいのはそれだけではなくて、まあ、内臓脂肪と皮下脂肪っていうのはじゃあどう違うのかっていうことをですね、あのお伝えしたいんですね。はい、まあ、いわゆる内臓につく脂肪と、まあ、皮膚の下につく脂肪っていうので、あの同じ脂肪でも全然役割が違うんですよっていうことになるんです。はい、まあ、簡単に言うと、皮下脂肪っていうのはいいものなんですよ。悪者じゃないんですね。で、内臓脂肪は悪者だと思ってください。はい、でそれらのですね、あの一番こう分かりやすいあの違いっていうのが、まあ、脂肪組織っていうのはですね、脂肪組織っていうのはあのアデポサイトカインという、まあ、難しい言葉を覚えていただくと結構なんですけど、アデポサイトカインという、まあ、ものを分泌するんですね。はい、でそれが皮下脂肪では善玉の、アデポサイトカインがですね分泌されます。で内臓脂肪は悪玉のアデポサイトカインがあの分泌されるんですけども、まあ、アデポネクチンとかレプチンとかですね、あの皮下脂肪から分泌されるものはですね、何かというと、まあ、食欲を抑えたりとか、あとはですねインスリンの反応を良くしたりとかするんですね。はい、インスリンの反応を良くするっていうことは、まあ、あの糖尿病の予防につながりますよね。はい、まあ、皮下脂肪っていうのはなので、まあ、いいものなんですよ。なので体に必要なものなので、こう燃えづらいっていうような性質があるんですね。まあ、人間の体ってよくできてますよね。で内臓脂肪っていうのは、まあ、余計なものなんですけども、これはですね、まあ、悪玉のアデポサイトカインというものを、まあ、分泌します。でこれは何かというと、まあ、血管の炎症を高めたりとか、血液を上昇させたりとか、血栓を作ったりとかですね、まあ、TNFα とかですね、あのちょっと難しいあの言葉があるんですけども、それは要は血管を傷つけたりとかするんですね。なので、まあ、脳梗塞だったりとか脳出血のですね、まあ、原因になったりとかするんですね。でもう一つすごくあの重要なことが、これを今日一番お伝えしたかったんですけども、インスリンのですね、まあ、抵抗性が更新してしまうっていうふうにあの言われています。まあ、インスリンの抵抗性が更新してしまうっていうのは、インスリンの反応が悪くなってしまうんですね。はい、インスリンの反応が悪くなってしまう。なのであのよく糖尿病って言われる方っていうのは、まあ、インスリンがこう出なくなってしまう、要は膵臓がもう死んでしまって、はい、インスリンが出なくなってしまって糖尿病っていうふうにあの言われますけども、実はその前から始まってるんですよ。でそれが要は内臓脂肪がある方なんですね。内臓脂肪がある方がその悪玉のですね、アディポサイトカインというものが分泌されることによって、インスリンの反応が悪くなっちゃう。なので血中のインスリンが出ていたとしても、インスリンが効かなくなってしまう。なので、まあ、隠れ糖尿病っていう形になってしまうんですね。はい、インスリン出てるからこう大丈夫かなっていうふうに判断するんではなくって、内臓脂肪があることによってインスリンの反応が悪くなってしまうんですよ。そうすることによってどんどんですね、膵臓がこう無理がかかるわけじゃないですか。それで本当の糖尿病っていう風な形になってしまうんですね。なので内臓脂肪を蓄えないっていうことがすごく大事なことになるんですね。はい、皮下脂肪じゃなくて内臓脂肪を蓄えないということなんですよ。で幸運なことにですね、内臓脂肪っていうのは普通預金ですから燃えやすいわけですよね。で有酸素運動で一生懸命こう燃やすこともいいですけども、私がやっぱりお勧めするのはファスティングです。ファスティングの方がですね、まあ、あの100倍燃えますから。で3日間で、まあ、男性だと 3-4kg あの痩せます。はい、で5日間するとまあ5キロくらい痩せるわけですね。それが内臓脂肪が燃やされるんですね。で普段の生活も変わらずにですね、
食事を取らないですから、その分時間も浮きますよね。そういった形で私はですね、まあ、手っ取り早く内臓脂肪を燃やしていただいて、もちろんダイエットとか美容にも関係ありますけども、そういった、血管のですね、脳出血だったりとか、まあ、脳梗塞だったりとか、そして未来の糖尿病の予防にもですね、つながりますので、私はですね、やっぱりファスティングをお勧めしますというようなお話になります。はい、そういったところですね、ファスティングで燃えるのは内臓脂肪ですか皮下脂肪ですかっていうお話と、まあ、内臓脂肪はですね、すごく、まあ、悪さをするんですよっていうことで、内臓脂肪を溜め込まないっていうことですね、しっかりこう意識して理解していただければと思います。もしご質問とあれば、下にホームページのリンクありますのでご質問ください。また今後もですね、ファスティングに関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。